でライトに上がった打球、ライトが下がって、ああそのままスタンドに入りました。先制ツーランです。セゲーロ来日、これが初ホームラン。そしてアウトコースですよね。外と。でここもキャッチャー伊藤は外に構えます。少し中に入ったところ、ライトに上がった鋭い打球はそのままスタンドに行った。消えていきましたか外に。いやー唯一の人。しっかり打ってくれましたね。場外弾になりました。すごい当たりでしたね今の。しかもライナーで、はい、さあ1点差となりました。初球を打ったライトに上がっている。同点弾が初球を捉えていった。何か昨日のリプレイのような一発。素晴らしいですね。同じところじゃないですか。全く同点に追いつきました。昨日もそして今日も左ピッチャーが一発を放ちました。ベゲーロです。147m。 うわすごい当たりでした今日も。すごい当たりですね。打った瞬間、いやこの人も差が追い込んでいます。これはライト杉谷が見送ってイッツゴーン。出ますからね。こう攻略するっていうのは非常に難しいんですけど、こう絞ってね、なんとかこう、この当たりは左中間に上がっている。レフトが下がっていって持ってった。セゲーロが初球を捉えていきました。逆方向への一発でした。これ第6号のホームラン。打ちくないですかね。これはライトに上がって、今度は変化球を捉えました。あーこの回この人にもホームランが出ました。やっぱりね変化球持っているんでしょうかね。打つの上手いですね。思い切りは良さそうですもんね。もう一つ来て、これはセンターに上がっている。センターが下がって下がってそのまま持っていきました。あー今度はこのセゲーロがセンターの右に運んでいきました。まあ、今日終わると残り10ゲームということになります。セブラウンですが、さあ牧田この回からマウンドに上がりました。打ち上げた、これが意外とボール伸びていますがどうなんだ。入るのか。入った。セゲーロ少し中に入ってきたところ、これを逆方向に持っていって、そしてスタンドまで。今ちょっと追っつけたようなバッティング で、ね、そしてあそこまで持っていきますか。センターへ打球が伸びて、俊太見上げてボールはバックスリーの上段。ペゲーロ勝ち越しツーランホームラン。11回の表楽天2点を取って6対4。打球が落ちてきませんでした。5球目センターへ打球が上がって、俊太が見上げて、これも上段席にボールは飛び込んだ。8回9回で楽天ゲームをひっくり返します。5対4。またもいがスタートを切って打っていって、この当たりがライトに上がっている。いい当たりだ。スタンドに入った。好調ベゲーロ、早くも今シーズン3本目のホームラン。先制のツーランホームランになりました。今日も一発を放ちましたベゲーロです。変化球を1球も投げてきていません。すべてストレートです。ここで変化球、いい当たりが右中間に上がっている。あ今日も行きましたカルロス・ペゲーロ。これが今シーズンのイーグルスの形。2番ペゲーロ、早くも今シーズン4本目のホームランです。
といい腕してますね、うん、いい当たりだ、今日も出た、中段まで持っていきました。ベゲーロ打った瞬間でした。完璧じゃないですか今の。もう早くも5本目のホームランです。1というか、そうですね、今足をついた時も今のはちょっと早いんですけど、どうでしょう、ベゲーロの一撃、右中間入った、早くも第6号、ベゲーロ恐るべし、ベゲーロです。ライトへ打球が上がって、ライト下がって、吉村下がって、入りました、ね、これもフェンスを越えていきました、ホームラン、完全に踏み込んで、高いですから、じゃあ今日のウルフです。これも左中間を越え伸びていく、ずっと追いかけたが見上げた、フェンス跳ね返った、大きく跳ね返りました、ホームランか、ホームランです、向こう側だったんですね、向こう側だったんですかね、8号のホームランです。ペゲーロ、ライトへ、センターの右、大きいぞ大きいぞ、これもホームランゾーンに軽く届いた、横気味ぐらいから、はい、かなりインステップしてくるので、これライトに上がった、距離は十分、この当たり見事に持っていきました。シーズンのホームランが10本ということになりました、カルロス・ペゲーロ、レフトに上がっています、レフトが下がっていく、今日はレフトに持っていく、そのままスタンドへ、昨日は引っ張っての満塁ホームラン、今日は追っつけての先制のホームランです。伸びていきました、本人が出てきます、ライトに上がっている打球、ライトはもう見送って、素晴らしい打球がどこまで行ったか、消えました、場外ですか、場外弾変化球打ってセンターに上がった当たり、センターが下がっていく、センターが下がっていって見送った、ペゲーロに一発が出ました、バックスクリーン弾です、惜しいところで一発が出ました、はい、出ましたね、この辺りはね、ペースに入ってしまうと本当に毎試合のように打ってきますからね、レフトに上がった辺りはレフトが伸びて下がっていって、今日は逆方向に持っていきました、力ありますね、昨日はセンターバックスクリーン、今日は逆方向、レフトに持っていきました、カルロス・ペゲーロ、これで今シーズンの第14号のホームランです。ペゲーロ、これぞバックスクリーン直撃、打った瞬間ペイオフピッチ、強い打球はライト線ですが、フェンスに当たります、強い打球、ペゲーロは回りましたか、入りました、フェンスもう行きましたか、グッバイ、ライトに上がった、大きな当たり、完璧ですね、持っていきました、ペゲーロ今日も一発、今シーズンの第18号、これでトップの柳田、それからデスパイナに1本差ということになりました、持ってないんですよね、確か、レフトへ大きな打球が最後見上げました、ペゲーロです、ペゲーロが1点を返しました、打ってこれは文句なし、恐れていたその長打はホームラン、1球前より甘く入ってしまいましたし、はい、一番こう長打を打たれてバッターはホームランを狙っているところに、
投げてしまったっていうところでね。うわこれ、当たったね。これはライト、ドレイク見送ってグッバイ。いいです、いいです。痛烈な当たりはフェンスオーバーでした。これぞ弾丸ライナー、ペゲーロ。今のパワーも凄まじいですよね。打ってからスタンド入るまでの時間も早いこと早いこと。宇宙間へ強い当たりが飛んでいく。そのままスタンドへ突き刺さりました。ペゲーロツーランホームラン、4対2です。2試合連続ホームランを放ちましたペゲーロ、第23号。完璧でした。ライトもセンターも竹中荻野隆、すぐに追うのを諦めました。そして外野フライでもというところです。センターで上がっている大きな当たり、秋山が見送った。今日4番に入ったベゲーロ、最初のバッターボックスで結果を出しました。高橋さん、流れがいいとこうなりますか。はい、そう。2球目ライトに上がった、高く上がった打球はライト見送った。ベゲーロに一発が出ました。完璧でした ね、25号先制のソロホームランです。センターに上がった打球、俊太が追いかけていきますけれども、スタンドに持っていきました。ベゲーロに一発が出ました。これで1点を返します。今シーズンの第26号。ワンアウトランナー一塁で最初のバッターボックスを迎えました。ライトはいい当たりだ、鋭い当たりがそのままスタンドへ。立ち上がりの千賀からペゲーロに一発が出ました。今シーズンの第1号です。あっと打球は伸びていきました。ホームラン、5階席です。ツーランホームラン、ツーアウトから、まあ打った瞬間でした。打ち上げた、これセンターに上がっている、風がある中センターが下がっていって、秋山ここまで下がっていって見送った。ペゲーロに一発が出ました。ちょっと首をかしげたマウンド上の菊池雄星。高田です。ペゲーロの打球高く上がった、秋山下がって見送った。変わったばかりの小石がペゲーロにホームランを打たれます、第4号。左方向、左中間、力がある打球、ペゲーロはフェンスを越えたホームランです。昨日に続いて終盤に来てペゲーロ2試合連続のホームラン、第5号が出ました。2番のペゲーロから、強い打球、ただ上がりすぎましたか、見送っているぞ、どうですかセンター、グッバイ。ペゲーロ今シーズン第6号、この回先頭バッターソロホームラン、センターに叩き込んでいます。ペゲーロ選手今シーズン第6号のホームランでございます。もう分かってきてると思うね。レフト後方のフライ、大きな当たりだ、フェンスには、そのフェンスを越えていった、西打たれました。6番のペゲーロ、レフトポールの右側、ソロホームランです。ライトへ強烈だ、これは文句ありません、スタンドまで軽く届きました。2試合連続オリックス戦でホームランを放ちました6番のペゲーロ。
今日はライナーがライトスタンド一直線でした。ペゲーロゆっくりホームに帰ってきます。第8号ソロホームイン。これも強烈だ。豪快豪快2打席連続ホームラン。4回の表に入ります。ゲームは中盤です。これはどうでしょうか。ライトも見送って、おおグッバイ。ペゲーロの先制ソロホームラン第10号です。前回同様先制はペゲーロのホームランでした。3対1イーグルス2点リードの3回です。打ってこの当たりどうだ、伸びはどうだどうだどうだ、見送った、入った、バックスクリーンホームラン。レフトに上がって大きな当たり、これも入った。2者連続ホームランで同点3対3。ペゲーロレッドに持っていきました。先制したいという話でした。ライトに上がった、これはもう場外から、すごい当たりが出ました。場外への先制ホームラン。ホームランはほぼないんで、左バッターアウトコース中心になったりしますね。はい、低めうまく捉えてセンターへ、打球伸びていった、そのままバックスクリーン直撃となりました。ペゲロ打球、ペゲロのソロホームラン第14号で同点です。三塁を曲がるペゲロ、第14号のソロホームランで2対2です。ヒントが、ね、がなかったらね、はい、すごい。お、これはどうか、右中間方向だ、これも上空見上げた、これは入りました、これも入りました。ペゲーロ2打席連続のホームランです。同点アーチ。さあ追い込んでピッチャー有利、ピッチャー今井、レフト方向高々と上がった打球だ、大きな打球はレフト下がったが追うのをやめました。入りました、ペゲーロのホームラン、スリーラン。今井が今日も被弾、2回の表ペゲーロのレフト方向16号のスリーランを打たれました。左中間に当たる大きな当たりだ、そのままスタンドに持っていきました。ペゲーロ、なかなかこのところでなかった一発でしたけれども、ここで今シーズンの第1